あと動画1本ぐらい撮れそうなんであのナンパについての豆知識とかについてちょっと話したいと思いますまあどんな人間でさえであれその見た目を普通にしてで、まあ、見た目を普通にするっていうのは自分でできるだけのことをするまずまあ体型も平均値最低でも平均値ぐらいにするとかそういうなんかあの気をつける ことは大前提なんですけど、まあとは誠実なその声かけをするとかそういうことは大切なんですけどもう平均の人が例えば100人に声かけるとするじゃないですか「あこんにちは」って言って泊まってくれた人に「あのー、綺麗だったんで声かけました」とか言うだけでその普通の人でも100人中3人ぐらいは。 あの違うんですよ、ナンパってその日にホテルとか行くんじゃなくて、LINE をとりあえず聞くんですよ、LINE を聞くだけだったらあの、100人中3人ぐらいできるわけですよ、どんな人であれその、ちゃんと見た目とかは平均値にする、平均値以上にする、あの声かけも誠実にする、LINE だけ聞く、連絡先だけ聞く、これからちょっと LINE とかして、気があったらお茶でもしましょうっていう方法にする。 にすすするるとと人人中3人ぐらいはあのとか聞けけたりするわけですよマジでよ、まあ、最初は多分0人かもしれないですけど1人かもしれないですけど絶対 LINE とか教えてくれる人いるんですよで、まあ、僕はその、まあ、テストステロンとかそこら辺の話にもなるんですけど男性ホルモンドバドバ出してもうやばいみたいなもうやべえやべえやべえみたいな感じになってる時に「あのすいませんめっちゃ可愛いんで声かけました」言うて「あ LINE だけ教えてください」言うて。 もうこれからホテルとかじゃなくて LINE だけ押してくださいとか言ったらえっとね LINE もらえる確率30%ぐらいだから50声かけて17個ぐらい LINE もらったんかなその2時間ぐらいでだから30%ぐらいかなぐらいはもらえたんで僕みたいなやつでもであの 17LINE 17とかもらっても実際その LINE が生き残るってほんまゼロとかだったんであのとりあえずはライナンパ成功してもその後に繋がらないだからそれ繋がらなくても当たり前だしナンパが成功しないのも当たり前だしってことをまず念頭に置いてだから100人に声かけて3人から電話番号をもらいました。で3人から あの返事来ませんでした当たり前なんで僕も17人から返事来なかったりとかあるんで全然しかも自分がその初心者の人とか普通の人って自分がもう一目惚れしたぐらいの人しか行かないわけですよそしたらもう1万人に1人とかしか声かけないわけですよでさらに3%の人しか連絡先交換してくれないのに そのの万人に1人に連絡先交換ででできる確率って何パーですかっててパすすかいう話なんですよねだから自分のその自分の,そのいいなと思う人のその何幅を広げるというかあの美人だなと思う人をいっぱい写真とりあえず見てどういう人を美人に思うかなっていうことをまず分析することでその自分の好きなタイプを広げるっていうことでナンパしたい相手を。 もっと増やすみたいなあの人もいいあの人もいいあの人もいい声かける声かける声かけるでナンパの声かけのボスを増やすっていうことがまず一つと100人声かけて3人番下できてもその3人から返事が来る確率っていうのはまあ僕の感じで言うと本当にナンパだめっちゃ低いんでだから。 ほんまに自分が一目ぼれした人だけナンパしてる人とかほんまに成功なんかしなせんし返事なんて来なくて当たり前なんで17人から LINE 交換しても全然返事とか来ないんで基本的にだからほんまに僕ツイで配信見てるマスター君とかそこら辺も何1日150人ぐらい声かけてもう1年以上ナンパしてますけどなんか150人声かけて。 何3人とかの番下率なんでだからそういうプロみたいな人でも3人とかしか番ゲできてないんでうんだからなんというかやっぱりまあ最低3%ぐらいなんかなっていう感じでもあるしうんまあでも12ヶ月ぐらいずっと頑張ればほんまにガールフレンドぐらいできますしまあ恋愛に関しては。 とりあえず僕は情報商材まだ作ってないんであの中星一番さんとかの5万円ぐらいの情報商材買うんでもいいしあの僕がそれ情報商材持ってたんで僕のその安いその恋愛についての情報ってかもう無料かな YouTube で共有してる情報とか待つんでもいいし投稿されるまで恋愛についての いいしとりあえずその恋愛とかナンパについてをちょっとブログとか調べて勉強してみたらどうかなっていうのを思いますねでまあ、3ヶ月以内に行動してた3ヶ月以内に絶対まあ、悪く言うと背フれとかよく言うと彼女とか絶対できるんでだからまず見た目を良くするナンパの声かけを増やすで LINE も誠実にするでデートに行くそれだけなんでで もうちょっとレベル上げていくとその、まあ、感情のジェットコースターって言われるように中星一番さんが言ってる、あのー、泣かすとか喧嘩するとかけ、まあ、喧嘩したときにもう泣かしてもいいからお互いに感情をぶつけ合ってすごい悲しいこともあれば楽しいこともありましたっていう状態を作って、まあ、デート中もそうですよホテル行かないのにホテルの駐車場を通ってみるとかドン引きするじゃないですか相手は。 でもそんなことしないとあの周りの人と同じだったらあれなんですよ人って印象に残らないんですよだから言うじゃないですかあのマザー・テレサも言うようにあの好きの反対は無関心ですみたいなだからあの普通のデートするだけでは無関心な状態になっちゃうんで喧嘩別れした方がまだ逆にいいんですよ喧嘩別れしてまだ半年後ぐらいにばったり会った時に あの頃はごめんねみたいな最後喧嘩したねって言ったら印象残ってるわけですよでもただ単にデートしただけであの別れてでまた出会ったとしてもえ誰ですかってなるわけですよだからその印象に残るっていうのはすごい大切だなっていう感じで感情のジェットコースターいい時も悪い時もあるデートを心がけるで人間関係でも喧嘩する時も大切にする 喧嘩する時も相手がもう悲しむとか自分が悲しいとかその悲しみとか嬉しさとかそういう脳内麻薬的なものが出てるんでもう恋愛とかにはやっぱ必須なんですよだから嘩も大切にするであの感謝とかも伝えるうんだから感情の動きがない恋愛って楽しくないんで。 高校生の頃ととかすっごいドキドキして初めてのこととかドキドキするわけですよデートの前とかだからそういうドキドキがある状態を大切にするっていうのがやっぱり恋愛うまくいくには大切かなっていう感じではありますねうんまああとは20代とか前半とかじゃないと結構性欲とかも結構なくなっちゃうんで ナンパとか多分25歳超えるとなかなかしたいなとか多分思わなくなると思うんで若い子はナンパしたいならナンパ今のうちにしとかんとあの性欲自体なくなっちゃうからナンパって結構性欲に動かされてるとこ多いんでナンパを学びたいなら若いうちに性欲があるうちにそれを原動力に行きましょうって感じですね。あと最後にナンパが怖い理由って 遺伝子的に組み込まれててるらしくて昔の村社会だったんで他の村にちょっかい出すとそのけ戦争になったりして自分の村のボスから殺されたりするらしいんですよでも今ってそんなんないじゃないですか別にナンパしても付きまとわない限り捕まったりしないしそのナンパで女の子の村の村長からあの戦争を起こされたりとかしないじゃないですか。 だからナンパで声かけるのが怖いとかっておかしい話なんですよ。女の子に声かけて逆に殺されますかっていう話なんですよ、まず。力って男の方が強いじゃないですか。だから、誠実にあの綺麗な子だったら声かけましょうっていう、ナンパしましょうっていう、その無視されたりとか、暴言吐かれたりとか、まあ、無視されることはありますけど、暴言吐かれることってほとんどないんですよ。だからそういうういいいののが怖くててナンパできないっていうのは 今の現代でいうそのよくわからない恐怖なんであの、どんどん声かけたらいいと思いますよ。はいじゃあ、10分たったんで終わります。